2.1 流のギタリスト天宮幸一のちょっと気になる。最近暑かったり寒かったり、停滞していた花粉症が再度発症したり、年齢とともに心身の衰えを感じております。年は取りたくないですね。はい、どうも、 2.1 流のギタリスト天宮幸一です。本日のネタはこちら、ここ1ヶ月の、ダニとの戦い。我はですね、こう見えてもですね、結構綺麗好きでして、掃除はね、結構そこそこ徹底してるんですが、ここ数ヶ月でちょっと不思議なことにね、体中のね、悩みに悩まされてたんですね。体中の悩みに悩まされてたんです。それはそうだね。痒みに悩まされてましてね。で、まあね、初期の頃はね、そんなに、ね、気にしてなかったんですよ。なんかいるんだろうな、ぐらいにね。で、まあ、思ってたんですけど、まあ、そのうちね、目で確認できるようにね、部屋のあちこちの壁にね、なんか黒い点々が虫が入ってるんですよ。で、その都度ね、退治してたんですね。まあ気になった時ね。で、ある時なんかちょっとでかいなって思うのを、一匹捕獲してすぐ潰したんですね。そしたらそれブチューってね、なんかね、すごいめっちゃ血が出てきたんですよ。で、その時思ったのが、もしやこれダニなんじゃねってね、思ってね、検索したんですよ。その潰したやつをね、ティッシュにくるみながら見たら、もうビンゴだったんですね。で、まあ早速ですね、もうね、ガスマスクをね、着用のもと王道のね、バルサンを炊いたわけですよ。まあ普通にね、今ね、そう、いろいろとあるみたいね。今ね、ゴキブリ用とか、なんかダニ用とか、総合用みたいなね、で結構プロ用とかいろんな種類があって、なんかいろんな、その都度その用途に合わせた方がいいみたいですね。まあね、イメージ的にね、一発で、ね、解決すると思ってたんですが、なんかどうもね、解決しなかったんですよ、1回目。もうね、先月の話、も3月の話なんですけどね。3月の頭ぐらいの話なのかな。で、ということでね、2回目はね、スプレータイプっていうんですかね、いわゆる置き型のやつで、スプレーでブシューって出るタイプのやつの和室用っていうのがあったんで、バルサンね、バルサンじゃないのかもしれないけど、まあ、いわゆるそういう、まあ、総称してバルサンと言いますね。バルサンを炊いたわけですね。で、その結果ですね、まあ、その日にちょうどね、宴だったんで、宴の帰りに、なんだろう、こう見たら、帰宅したら、ね、畳の上に黒いつぶつぶがね、そこら中にあったんですよ。で、ね、本当にね、大量にね、出てたんですよ。もうありえないぐらい、もう写真撮りたいぐらいね、あったんですね。で、うわー、これなんだこれと思い叫びながらね、悲鳴とともにね、掃除機でね、吸い取りました。でも、えらいことになりましたね。でもね、それでも解決しないんですよ。で、そこでね、お姫がね、調べてね、いいって言ってたね、この商品があったんです。それがこちらなんですけど、で、これを使用してたら、このスプレーをね、使用してたら、結構名前の通りね、結構ね、若干ね、解決したんですよね、少し。あれ?と思ってぐらいでね、まあね、ただ本当に我々ね、徹底主義なので、もう絶対根絶やしにしてやる、駆逐してやるぐらいの、ね、勢いでね、まあ、再度ね、ロングセラーのね、畳に直接注入するタイプの、まあ、いわゆるね、ダニアースなんとかスプレーとかね、みたいなのを買ったんですよ。で、まあこれで解決するかなって思ったんですけど、まだちょっといたんで、その次ですね、今度ね、ダニアースレッドっていうのがこちらなんですけど、ダニアースレッド の黄色いパッケージのレッドってね、まあ、これがね、超疑問なんですけどね。で、これを、まあね、もうね、1個じゃ足りねえと。まあね、6畳タイプと、その上が8畳、12畳タイプってなったんですけど、まあ、いわゆる6畳タイプのやつを2つ、3つ入ってるやつを2つ使っちゃったんですよ。で、もうね、これ、ね、2連発でね、これ炎上するんじゃねってぐらいね、お焚き上げしたんですよ。そしたらね、今回はね、そしたらその日はね、確かに死骸みたいなの結構出てきたんですけど、まあ、かなり緩くなったんじゃないかなと思ったんですね。で、まあね、今回ね、それでもね、まだね、信用ならないと思って、寝具全部をね、徹底的に洗浄しようってことで、ね、布団とか全部、シーツとか枕カバーとか枕とか全部ね、コインランドリーの方に、ね、まあ、持ってっちゃって、で、布団はね、掛け布団、敷布団はね、もう完全にね、コインランドリーで、もう本当に30分以上、乾燥させました。もうそしたらね、ふわふわになってね、超ね、ご満悦なんですけどね。でね、
その会あってね、こう2日間ぐらいね、安眠はね、取り戻したんですけど、まあね、今回ね、このダニども、我結構ね、掃除してるんで、まあ、どっから来たのかなと思って、いろいろ調べた結果ね、まあ、いろんな証言がありまして、まあ、出ちゃいけねえとこが発生したらしくてね、まあね、それはね、もうそこにお任せしましょうと、もう勝手にやっててと、ね、バルさん宅内何々すんなりしてちょうだいと。ということでね、まあね、そこに行っても我にはもう発症しないように、ちゃんとフル武装で行くということで、ね、今回はね、我の中では解決しました。で、このね、ダニ問題ね、結構ね、長期化するんでね、皆さんね、発生したと思ったら、速攻でね、対応することをね、お勧めします。本当にこれ、かゆいから、本当にすっげえ。でね、まあそんな感じでですね、まあ再度ね、いつものことなんですけど、告知です。4月8日にね、2件って言われて、菅野節用にてワンマンライブを開催します。いつも以上にね、テンション上げ上げで盛り上げてくるんで、4月に入ってね、新社会人の方もね、歴代のパイセンたちもね、ちょうどね、これからまた5月病になるね、前にね、下がったモチベーションをね、ライブに参加してね、点上げしていきましょうね。テンション上げ上げで、ね。詳細はね、概要欄の公式ホームページに掲載してあります。で久しぶりのね、ヘッダーも変更したので、チェックお願いしますね。お願いします、本当に。これからもね、ちょっと気になることはね、どんどん発信していきますんでね。これからもね、よかったら聞いてください。それではまた。じゃあ。